コンスタンティン・ヒールルは、ドイツの軍人、政治家。国家社会主義ドイツ労働者等の勤労組織、国家労働法師団総裁を務めた。また、かつての軍人時代の部下は後に、ドイツ国防軍の幹部となるアルフレート・ヨードルであった。陸軍の最終階級は名誉少将。1875年2月24日に、 バイエルン王国のパースベルクで生まれる。高等学校卒業後の1893年に、バイエルン王国軍の士官候補生となり、1895年に、中尉に昇進し、1902年に、バイエルン士官学校を卒業する。1909年には大尉に昇進し、不評連帯指揮官に任命される。第一次世界大戦では、西部戦線に従軍。 中佐に昇進後は、ドイツ陸軍第六軍参謀を務めた。1918年11月のドイツ革命、勃発後は、ドイツ義勇軍の一部隊の指揮官となり、黒い国防軍の一翼を担った。1919年1月のスパルタクス団、放棄鎮圧にも参加した。1923年11月のミュンヘン一期に、参加したが、陸軍司令官。 ハンス・フォン・ゼークとの不協和解体差の階級で、バイマル教は国軍から除隊させられた。1927年には、タ単ン,ンベルク団に参加している。左からローゼンベルク、フランク、ヒールル1929年に、ナチ党に入党、友人のグレゴール・シュトラッサーによって、第二組織全国指導部長に任命され、1932年まで、務めた。 1930年ドイツ国会選挙で当選し、国会議員となり、1931年6月5日に国家社会主義義金労働士団総裁に就任する。ナッチ党の権力掌握後、アドルフ・ヒトラーは労働組織を掌握するため、ヒールルを1933年3月に労働省次官に任命する。しかし、労働大臣、フランツ・ゼルテの抵抗に合い、 1934年7月には、労働問題国家弁務官に転任した。1935年6月6日に、国家勤労法司法によって、国家社会主義義勤労法師団は、国家組織となり、国家労働法師団に解消された。総裁である、ヒールルは、全国労働指導者に任命され、1936年には、 労働全国指導者に就任し党最高指導部の一員となり、黄金な地等院バッジを授与された。1943年8月23日には、無人諸大臣に任命されている。戦時中の国家労働法師団は、損傷を受けた道路の修復、滑走路の構築及び、修復、前線部隊への食料や弾薬の供給などの作業に従事し、後期には、 軍事訓練やドイツ国防軍への徴用も行われた。末期に設立された国民突撃隊に国家労働法師団が吸収される可能性があったもののヒールルは自身の権力維持のためにこれを拒否した。1945年2月24日にドイツ勲章を授与されている。戦後、日チカ裁判により有罪判決を受け、 労働強制収容所で5年過ごした。1955年9月23日にハイデルベルクで死去。ありがとうございます。